勝手に思っちゃったんだよね。もうここでスタンバイしたままこのまま行きました。ごめんなさい。ごめんね、みんな待っててくれた方すみません。油断した。こんばんは、二度寝島です。今日結構早くっていうか、こう余裕を持って起き、6時半ぐらいかに起きて、なんかもう10時があるじゃんと思ってめっちゃご飯食べてたんよ。でご飯食べて眠くなっちゃったんだろうね。ここでパンと起きたらもう7時50何分終わった。ああみたいな。本当にごめんなさい。で外が結構バタバタし始めてたんで、あじゃあ私一回これ寝た方がいいわと思ってそのまま一度寝ました。やってしまいました。ごめん、夜待っててくれた方すまそうだ、すまそう。やってしまったね、久しぶりに。でなんかそういえば最近どこでも寝れるなとは思ってたんですよ、うん、なんかそういうものを習得してしまったんかなみたいなふうには思っていたりしました。今日はここから、配信をさせていただきたいと思います。11時ですね、こちらの配信11時半までになります。そしてちょっとみんなに報告なんですけど、6月に1200日記念配信をやるっていう話があったと思うんですけど、ちょっとスケジュールの関係で申し訳ありません。ちょっと難しそうなんですよ、ごめんね。だからちょっとね、7月になってしまうかもしれないっていう。そうそうそう、いやなんか虹かかった。いやーありがとうございます、田島新役ありがとう。日がかかった。白い雲少しずつ近づいてくる、夕立ち来るのかもね。今日反転してるってマジ？これ右手、左手、シルコット反転してる。してそうだ。してる気がするね。ちょっと充電しよう。やばすごいじゃん。急にこぼれるじゃん。こぼれるじゃない、急にダメじゃん。ごめんよ、びっくりさせちゃったねみんな。よいしょ、未来世界の住人です。どんからかしらんしちゃった、ごめん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 。これの調子が悪くてね、あネジ緩んじゃってんだ、あとでやんなきゃな、ネジぐるぐるって。ちょっとだけさっき月組見ました、月組岡崎さやちゃんのドラマ超可愛かったんだけど、岡崎さやちゃんってなんであんなに可愛いんだろう、大好き。大好き。あの髪の毛の色にしようかなっていうくらい大好き。めっちゃ可愛いよね、超好きなんだけど。うん、ゆりちゃん待ってたって、マジ一緒なんだけど。やっちゃうよね、わかるわかる。今日ちょっと顔が腫れてんのね、ちょっと目とかがメイクしたんだけど、なんかねあんまりね顔がハッとしてる。
なんだろうね、急に。てか私ってまばたき多いよね、目ちっちゃい割には。うわ、くそ、まばたきって意識したらもっとしちゃいそうになってる。やばい。どう、私まばたき多くない？なんか結構自分でね思ってたんだよね。まばたきあんまりしない子っているじゃん。私結構するのよ。うん、ちょっと首かゆい。クリームつけておこう。いや、あ、まばたきした方がいいのかな。なんか私目ちっちゃいのにさ、めっちゃまばたきすんのよ。大きい人パシパシしててもさ、雨大きいからかなってなるけどさ、ガジめっちゃちっちゃいのにめっちゃ瞬きすんの。うん、なんだろうね、わからん。家事の不思議。なんかこれちょっとヨレヨレしてるんだけど、癖っ気がすごい。小さい目じゃないって。嘘、私目ちっちゃい方だよ多分。うん、結構ちっちゃい方。うん、一重なんだよね。一重じゃないの、奥二重でもない、なんていうの、この中途半端な目をしてるんですけど。そうなの、なんかね、二重ではないのよそうなの。だからうん、あまりに目大きいタイプじゃないんだよね。うん、iPad 自慢エアーさん、今 iPad エアーでやってます。 iPad エアーで、ドゥやってます、やってます。おお、ちょっと待ってね、これはまだ言っちゃダメなのかな。少々お待ちくださいね。お、これはこれはまだだ。これはこれもまだか、これもまだかな。これか、これもまだだ。おお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 お、お、これは？これはまだか？うわー、これまだ言えないのか。ごめんごめんごめん。そうそうそう。少々お待ちくださいね。これ、これどうしたらいいんだろう。うん、ちょっと待ってね。ドキドキ、楽しいこと。そうだな、なんか今いろんなのがちょっとありがたいことに決まっていて、どれ言う、どれ早くみんなに言いたいこと結構たくさんあるんですよ。たくさんは嘘だな少しあるんですよ。そう、それをちょっといつ言っていいかなみたいなのは
結構あるかな。でもありがたいことにこうカジスティックライブも好評できたし、そのねアラルテサカンパニーもね収録した時早く言いたいなって思ってたんですけど、ちょっとここで一つ発表があります。あ、ここで発表するんだね私。おお、ですね、皆さんいますか、みんないますか。ちょっと少し一つ発表があります。本日の朝に発表になったんですけど、気づいた人もいるのかな、どうかな。なんとですね、千葉県のパラリンピックの聖火ランナーとして梶島走らせていただくことになりました。ありがとうございます私もびっくりしたんですけどね、実は決まりました。わお、そうなんです。今回千葉県内で55人選ばれたんですけど、なんと私もその中に入ってます。わーお、そうなんです、ありがとうございます。実はいつの間にという感じで、私もこの聖火ランナー決まったよって聞いた時、え、マジ嘘って思って、超絶びっくりしたんですけど、嘘じゃなくて本当でした。ありがとうございます。そうなんです。いやー、やっと発表できました。もう超前から実はいろいろ面接とかあったりしてて、どうだろうなってドキドキしたけど、思いを伝えたりとかいろいろ頑張らせていただいていまして、本当に決まったということで、梶島では初ですね多分ネットのニュースになってたりも実はしてます。よかったらご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。うお、びっくり、いやありがとうございます、本当にびっくりそう、みんなが一番びっくりしてると思うんですけど、衝撃のニュースがここで飛び交うという。経緯としてはモールチューブをもてなしたい、そして私たちの世代から千葉県をもっと盛り上げていこうっていう気持ちから、いろんな活動に参加させていただいてるっていうものもあるんですけども、まあ、個人的な理由としても、私のおばあちゃんは5年前に亡くなってるんですけど、難病指定されてる病気に長年治療をしていたんですよ。で、私の家はばあちゃんが住みやすいようにっていろいろ工夫されている家で、車椅子が取れるようになっていたりとか、車椅子のままお風呂入れたりとかね、そういう構造になっていたりとかして、こうおばあちゃんの病気を調べるとかするとやっぱり障害についてのことも目にすることがすごく多くて、そこからパラリンピックっていうものをこう深く知るようになって、でもやっぱおばあちゃんがきっかけで、やっぱりこう、そうですね、おばあちゃんがきっかけで今こう私決まってるのかなって正直思うくらい、本当におばあちゃんの影響が私にすごく強かったんですよ。で、正直ここだけの話にはなってしまうと思うんですけど、私はおばあちゃんにかっこいい姿みたいなの一つも見せられなかったんですね。高校1年生、高校2年生入る、高校2年の始業式の日に私はおばあちゃんの葬式だったんですけど、本当にばあちゃんにはこう苦労をかけてしまったというかばあちゃんにこういいかっこいい姿みたいなのを一度も見せられることができなくて、でもばあちゃんから得るものってやっぱりすごいたくさんあったんですよ。なんかおばあちゃんと住んでる子ってそんなにやっぱ多くはないじゃないですか。プラス
ばあちゃんの病気を治療を家族全員で頑張っていたっていうのもなかなかない話だと思うんですよ。私はもう本当にばあちゃんから得るもの、普通だったら得られないもの、言葉もそうだけどたくさんもらってたのに、それをばあちゃんの前では何か言いかせることができなかったから、この聖火ランナーで天国にいるおばあちゃんに届けたらなって思ってます。多分ばあちゃんめちゃめちゃ今笑ってると思うんですけどそうですね、ちょっと見せられたらいいなって思っています。そういう気持ちで私はちょっと走らせていただくんですけども、皆さんよかったら応援の方よろしくお願いします。えへそうですね、どうなんだろう、いやいやいや、ありがとう、全然ありがとうございます。そうだね、そう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 ですね、本当に離れ越しながら、いや離れ越しながらじゃないよ、ちょっと離れ越しながら腰に据えて走らせていただくと思いますいや本当に私もびっくりです、本当にでもね、ちょっといやついに決まったということで発表することができました。少しだけ前に決まっていたんです、本当少し前、もう本当に最近走りますって来たので、もう本当に言いたかったでこういろいろ進んでいったこのパラリンピック聖火ランナーっていうものをになるためにいろんなことがやっぱあったんですけど、それを本当誰にも言ってはいけませんだったから、メンバーも知らないし家族も知らないっていう、そうそうやばいですから、まあまあもうびっくりすると思う、まだ知らないですそうなの、ママもパパもじいちゃんも姉ちゃんも今知らないんで、今配信で今初めて言ってるんで誰も知らないっていうそう本当に誰も知らないからメンバーにも言うんですけど、これからそう早く言いたいですね、そうそう言っちゃいけないよだったのでやっと言えます喜んでくれたら嬉しいなと思うし、ばあちゃんにもいい報告ができるなと思いますそれ、ね、ばあちゃんがめちゃめちゃパラリンピックを見てたんで、うん、私も一緒に見てたりさせていただいていたから、あーバイト先のスーパーの方々もびっくりされるかもしれないですねいやでも緊張しますね、走るのドキドキ、うん、そうね、どうなんだろうね、本当に何も知らない、あ何もこうまだ決まったってことだけしか分からないので、ここからどう動いていくのかっていうのはまた皆さんにお知らせできたらなと思っております。とりあえずね、パラリンピックの聖火ランナーが決まったよってことがまず言えたのが本当に嬉しいです、ありがとうございました頑張ります。アップガニキっていう名前をもっと広められるようにね走っても行きたいし、やっぱゴール地をおもてなし隊として私たちの世代から千葉県を盛り上げられるようにそれも掲げていきたいし、なんか自分の中に秘めていた思いみたいなのも乗せて走れたらいいなと思っていますぜひ応援よろしくお願いします、ありがとうございました。おそうですね、こういう感じになるって私は思ってやっぱいなかったので、正直聖火ランナーはなくなるんじゃないかっていう、あ夢は叶わないかもなって覚悟していたんですよ。だから、まあ、こういろんな多分状況だし、
あのいろんな意見がある中だと思うんですけど、私はあのこう万全な対策も取りつつですが、なんていうんですかね、こう自分にできることは全て尽くして走らせていただけたらなと思っています。そうですね、それも何かの勇気につながるようなその走りができるように頑張りたいと思います。よかったら、もしね、よかったらで構いません、見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。何なんだろうね、ちょっと分かんないんですけど、そうなんだろう、また私も本当に全くちょっとまだ分かっていない、詳しくはこれから決まっていくものだと思うので、また皆さんにね、嬉しいお知らせとかもできるように頑張ります。ありがとうございます。いやー、びっくり本当にびっくりした。あ、社長ありがとうございます、本当にそうだね、ランナーリストの一番上、そのリストがどこにあるっていう、そう、私どこにあるんだろうっていう、どこにちょっとまだ見つけられていない、後ほどツイートさせていただきたいと思いますので、皆さんもぜひご覧いただけると嬉しいですおランナーリストの一番上、カーだからかな、カーとかだから名前じゃないのかな分かんない。私カジシマなんで上らへん多いですよ、学校とか名前順だった時カーだった、カーは早かったですよ、6番目とか5、6番目が多かったです、私の名前、あ、カーだからですね、やっぱりカー早いんですよ、めっちゃ。で、私7月21日生まれなんですけど、学校の千葉県ってあれなんですよ、名前順じゃなくて生年月日順で並ぶんですけど、7月なんで、7月だから割と早いっていうね、7月めちゃめちゃ早かったです、8番目とか9番目とか。そうそう、で、私親友が誕生日も近いし50、40も近かったので、ずっと前後だったっていう、何の話やねんって中学も高校から初めて名前順になったのかな、うん、千葉県の学校は割と多いみたいですよ、うん、名前順、あ、間違えた、合ってる、違う、生年月日順か、幼稚園、小学校、中学校と名前順の学校が多いみたいです。へえ、それ知らなかった、名前順なんだって。なんでだろうね、千葉県が多いっていう理由もちょっと私は分かっていないんですけど、なぜだかそうらしいです。そうそうそう、名前順だったって。そうね、名前順がでも普通なん、平均とした名前順が多いんだよね。私もびっくりしたの、それで、と思っていや、めっちゃ生年月日なんだけどってずっと思ってましたあり、50音順不動、どうなんだろう、ちょっと見てみるね。カジチマ頑張れだって、カジチマ頑張るちなみに私ちょっとバスケットボール部で一番足が遅かったので大丈夫かな2期ではでも真ん中だと思うんだけど、走る速さっていうか、こう体力、あ、体力がないか、走る、なんだろうな、分かんない、真ん中ら辺だと思うんだけど、どうかな。一応バスケットボール8年間やってたので、それを生かしていけたらなと思いますそうだね、お、速さいらないか、そうか、生年月日順が多いらしいです。もちろんあの名前順のとこもあるとは思うんですけど、生年月日順がめちゃめちゃ多いみたいですよ。へえ、知らなかった。何台も重なってるせいからなきゃ。へえ。ほう。へえ。速さいらないのかな、どうだね。だね、確かに。そうね。走り込みをいらなきゃ。でも走っていこう、これからもね、走っていこう、笑顔大事だ、確かに笑顔には自信があります体力ありません、少ない体力をうまく使えるしますって。おー、なるほどね、なるほどね、
私もでも割とそうかも、体力がなくて、私はもう初期はもう歌って踊るのも前半で体力つけろってよく言われてましたよ。まあ今もそうなんですけど。そうだね。あと私走ると、毎日走るとめちゃめちゃスッとするんですよ。顔もスッとするし体もキュッとするんです。あの単純な女なんで体もシュッとしてくるんで、自粛期間の時に毎日走ってたんですけど、もうめっちゃいい感じだったんですよ。だから愛について考えるよとか、どのみちゃっぴーとか、その時代のシングルのジャケット写真だったり足とか見ていただくと美女がいいんです。そうだから走りましょう。そうだね、朝走りでもしましょう。ショールームやって朝走ってみたいな、そういう生活を頑張って送ろうとします。できるだけ。そうですね、うん、実はこの間夜走ってたんです。ライブ終わりかな、家帰ってきて走ってたんですよ。で夜だったんですけど、めっちゃ怖くて帰ってきた。やば、そうめっちゃ怖くて、なんかあれ怖っと思って、めっちゃ明るいとこだけ走って帰ってきて、ね、なんか暗いの夜めっちゃ暗いじゃんって思って。そう、私やっぱ住んでるところがちょっと夜中なんで、夜中だって思って住んでるところがちょっと田舎なんで、なんて言うんだろう、お山があったりとか、 お山っていうか森があったりとかするんで、ちょっとあれかもね、暗かったのかもしれないから、ちょっといつも昼に走ってたんですよ、自粛期間の時。そうそうそう、だからね、うお、こんな暗いんだと思ってすぐ帰ってきました。家の周りぐるぐるして終わった。光るリコーダー持って練習、確かに本当でね、夜の12年あ、違えたんだけど、お疲れ様だって、また来てね、お待ちしてます。そうね、めっちゃ暗かった。あ、やば、お時間ですね。続いての配信12時半から配信は12時半からの配信になります。皆さんぜひご覧ください、よろしくお願いします。カラオケ配信しましょうかねって思ってるんですけど、よかったらご覧いただけたら嬉しいです、よろしくお願いします。それでは1位は北島慎也くん、ありがとうございます。ツン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 、ありがとうございます。またお会いしましょう。それではお手拝借、せーの、以上です。またね、バイバイ、また会いましょう。 Thank you.